今日はお便りのコーナーです。こんなお便りをいただきました。50年ばかり前、広島県東部の高校に在学しておりました。当時、解放同盟が学校に介入していて、童話推進室という特別な部署まであり、童話教育という名のプロパガンダが行われていました。父も同じ高校で教員をしていましたが、私が在学中はあまりひどいとは感じませんでした。私が卒業と同時に教員の半分ぐらいが西部の高校に転任していきました。地元に住んでいる教員が残ったようでした。私が在学中に家にいなかったのでよくはわかりませんが、球団という名の吊るし上げで帰宅させずに会議室に閉じ込められ、罵詈雑言を浴びせかけられるというようなことが何度もあったそうです。父は沈黙を通しましたが、母が何度も私に訴えておりました。それもあって早期退職をいたしました。父は心を病んでいたようで、暗い顔をして解放同盟の小森辰邦を高津のごとく忌み嫌い、そして恐れていました。動員がかかるとしょうがなく参加していました。後での糾弾が恐ろしかったのです。その頃の学校は解放同盟の糾弾を恐れて何も言えない状態でした。恐怖で支配しておりました。その頃、機関紙も定期購読させられていました。備後地域の学校は多かれ少なかれそのような状態だったと思います。父は退職してから子供らが一番犠牲になった。勉強せんといけん時期に学校の雰囲気を悪くしてしまったとよく言っておりました。今、その学校は生徒が減って閉校の危機に立っています。それも50年前のことが遠因になっていると思っています。50年前なので、1970年代、まあその頃だと思いますね。で、広島の高校といえばね、有名なことがあるんですよね。今ね、まあ日本の旗は日の丸で、国歌は君が代って決まってるんですけども、これわざわざ法律が制定されたんですね。それがもう2000年代になってからだと思うんですけども、で、なんでわざわざそんなね、法律を作ったかっていうと、もうこれは有名な話なんですけども、広島県の県立世羅高校のね、校長が、自宅でね、首吊り自殺をしたってことがあったんですね。で、その背景としてですね、その日の丸君が代をめぐる指導について、まあいろいろと確執があって、まあ教員、まあ一部の教員とですね、まあそれで思い悩んで自殺してしまったっていうことで、それで、その、まあちゃんと法律の根拠を作ってですね、その現場の、その、まあ教員だとか、まあ校長が萎縮しないようにっていうことで、わざわざ法律を作ったんですね。そのきっかけになったのが、この世羅高校の校長の自殺事件だったわけです。で、まあ当時ね、2チャンネル、まあ今5チャンネルです。ですけども、まあ電子掲示板にもう何度も何度もねコピペされてたものがあって、その広島でその校長だとか教育関係者がどれだけ自殺してるかっていうのがあって、これ全部読み上げれるかな、ちょっとね一部になるかもしれないんだけども、ちょっと読んでみますね。1970年5月1日、府中高校童話主任教諭がナイフで手首を切り自殺。1974年9月、新一町、今は多分福山市ですね、常金丸小学校の童話教育担当者は会議の直後心臓麻痺で死亡、解放同盟支部長がすまんことをしたと詫びる。なんで支部長が詫びるのかね。まあ多分吊るし上げなんかしてそのショックで死んじゃったんじゃないですかね。で、1976年4月28日、同じ常金丸小学校の童話主任教諭が遺書を残して失踪。1976年、同じ月ですね、庄原市、川北小学校校長が自殺未遂。これも解放同盟が学校に介入してたっていうんですね。で、1976年5月、同年の次の月ですね、府中東高校童話推進教諭が山中で首吊り自殺。で、また同じ月にですね、同じ高校の、教諭がですね、今度はこれも首吊り自殺ですね。これも童話教育主任です。で、また同じ年、1976年7月に、福山市の教育委員会、社会教育課主事が遺書を書いて自殺未遂。で、1977年3月26日に、福山市大成館中学校の教諭が自殺。
で、1980年、9月、家庭高校の童話推進教諭が自宅裏山で首吊り自殺、1981年1月29日福山市桜ヶ丘小学校の校長が包丁で頸動脈を切って自殺、1981年1月って同じ月ですね、北方小学校の校長がカッターで頸動脈を切って自殺で、その年の4月、廿日市町宮内小学校の校長が物置小屋で首吊り自殺、この時は解放同盟が連日にわたって糾弾をしてた。で、1981年、また同じ年ですね、11月に、県教委の、学校管理課長、元童話教育課長が自殺、1982年4月11日、五日市町教育委員会の童話教育指導課長がナイフで胸を突き自殺、1983年10月5日、常井市小学校校長がナイフで自殺、で1985年2月、庄原市山内小学校教諭が山中で首吊り自殺、1996年6月22日千代田町教育委員会社会教育課長が山中で首吊り自殺、この時解放同盟が関与を認めたと。で、1997年10月、県立広島養護学校校長が海にて変死と。で、1999年、県立世羅高校の、石川俊博さんですかね、校長が自宅で首吊り自殺で、これがですね、あの日の丸君が代のあのこと、あの法律が作られる原因になったんですね。で、これもあの県の教育委員会が解放同盟との確執があったというふうに言っているっていうことですね。で、これで終わらないんですね。これが2000年、あの21世紀になってもまだね、何人もね、あの自殺あるいは変死してるんですよね。で、まあ異常ですよ、異常。で、これ、まあ、あの、2チャンネルがね、まだ、あの、全盛期だった頃は、これ、何度もコピペされてたんですけども、もう今の人を知らないかもしれないんですね。もうちょっと今、検索エンジンとかインターネットがおかしなことになってて、こういったことがどんどん、消されてるというか、まあ、サーチエンジンも出てこなくなっちゃってですね。まあ、だからまた、こういったことがあったっていうことを忘れてしまうと、また歴史が繰り返されてしまうんじゃないかなっていうふうに危惧してます。さっきのね、読み上げた、数々の、もうほんと死死類です。というか、異常ですよ、これ。本当に、明らかに異常ですよ。こんなことが、当時、広島の東部では相次いでたんです。これもう事実です。もうソースもある話なんで、というかもう本当有名な話で何度も言われてた話なんで、ということで、まあ、どんだけその広島県の東部というのがひどい状況だったか、まあ、その原因っていうのも、まあ、名指しされてましたよね。うん、ということで、まあ、こういったことがあったっていうことをもう忘れないようにというふうに、まあ、ぜひよろしくお願いします。まあ、このチャンネル見てる人ね、本当高齢な人が多いんですけども、若い人こそね、こういうことがあったっていうのは伝えてですね、もう二度と同じ過ちを繰り返さないようにいたしましょう。